デリケートゾーンのこんな悩みみんなはありませんか？なんだか匂うかも。お風呂の時しっかり洗っているのになんでこんなに匂うの？ブロラボ女性のお悩み相談所、フェム先生助けてください。恥ずかしいんですけど私。なるほど、デリケートゾーンの悩みね。よくある相談だから安心して。それにバッチリ対策方法もあるわよ。本当ですか？膣の自浄作用について、そもそも匂う原因は間違ったケアにあるの。でもしっかりボディーソープで洗っていますよ。それが間違いなの。膣内は膣にいる善玉菌によって酸性に保たれているのよ。膣内は善玉菌によって健康が保たれているの。膣は膣内にいる善玉菌がブドウ糖を乳酸に作り変えることで酸性の状態が保たれているの。そのおかげで雑菌の繁殖が防がれ、膣の健康が保たれているよ。つまり汚れや匂いが気になり、ボディーソープやお湯で洗いすぎると必要な善玉菌まで洗い流してしまい、膣内環境が乱れてしまうの。これが繰り返されることでいろいろなトラブルの原因になるってこと。そんなエストロゲンについて、それに女性ホルモンのエストロゲンの分泌も膣内環境に大きく関わっているの。ストレス、食生活の乱れなどで分泌に変化が現れるから、きちんとした生活を送ることも重要よ。フェム先生、それじゃ悪循環に陥っている私はどうしたらいいんですか？そんなさやかちゃんにはこれ。何ですか？それはデリケートゾーン専用の洗浄ジェル。この洗浄ジェルによって膣内をダイレクトにケアできるの。まずはこれを使って健康な膣内環境を作りましょう。わかりました。寝る前に1日1本使ってね。はじめは3日間くらい連続で使うといいわよ。はい、使ってみます。1週間後、匂いが気にならなくなって快適。洗浄ジェルを使ってよかった。こんなお悩みありませんか？生理後なかなかすっきりしない、織物が気になる、ムズムズすることがある、年齢とともに気になるお悩みに、デリケートゾーンのお悩みにおすすめです。